ウルバヌス4世は、ローマ教皇。フランスシャンパーニュのトロワ出身で、本名は、ジャック・パンタレオン。靴職人の子として生まれ、パリで進学と法学を学び、リエージュの副司祭を務めた後、第1リオン公会議に参加してインノケンティウス4世の、目に留まり、1249年、プロイセンに派遣され、ドイツ騎士団とプロイセン人の間に条約を、締結した。 1253年、ベルダン主教に任命。1255年にはアレクサンデル四世に、エルサレム主教に任命された。1261年のアレクサンデル四世の死後に、教皇に選出、ウルバノス四世を名乗った。イタリアは、シチリア王国と神聖ローマ帝国を治めていた、法塩主タウヘ長と教皇との対立の場となり、都市国家と、 貴族もそれぞれ強硬派と皇帝派に分かれて構想を続けていた。ウルバヌス4世はシチリア王マンフレーディを討ち取るためにフランス王ルイ9世の弟、シャルルダンジュを1263年7月にシチリア王に封じた。しかし、シャルルが準備に手間取る間にマンフレーディが中部イタリアへ侵攻、ウルバヌス4世はペルージャへ避難したが、そこで死亡した。 だと、打倒方園主体偏朝の願いは次の教皇、クレメンス4世に託されることになった。外交では、東ローマ帝国皇帝ミカエル8世、パレオロゴスと赤屋皇、ギヨーム2世、ドビルアルドゥアンの講和に尽力した。また、タンホイザー伝説の登場人物の一人に、数えられている。ありがとうございます。